今日は、これを表地にして、これを裏地にして、2枚仕立ての、三角待ちの、お弁当袋を作ってみたいと思います。そうしたら生地を中表に合わせていきます。こちらが表ですね。で、こっちも表です。で、この辺の短い方、ここを3センチでずっと縫っていきます。反対側も同じく3センチで縫っていきます。はい、そしたら端から3センチのところで縫っていきます。始めと終わりは返し縫いをしてください。はい、反対も同じように3センチで縫います。はい、今こちらとこちら、両方3センチで縫えました。はい、縫えました。これがさっき縫った3センチのところですね。そうしたらここをアイロンで割っていきます。袋の中に、こういうふうに手を入れて、で、こういうふうに開きます。で、ここをこういうふうに割ります。で、アイロンを当てます。反対側も同じようにアイロンで割っていきます。はい、割れました。そうしたら今度はこの真ん中、この境目とこの境目、ここを、合わせます。ここが、ずれちゃうと、最後仕上がりがね、かっこ悪くなっちゃうので、ここをきっちりとね、合わせましょう。で、今、縫っているところっていうのはここになります。これの、ここになります。こちらも、ここですね。ここが、ずれてきちゃうんですね。しっかり合わせておかないと。はい、合わせます。で、しっかりと合っていることを確認をしたら、アイロンを当てます。アイロンしました。そしたら、ペンに持ち替えます。はい、今から、返し口と開き口を作るための印を、入れていきます。返し口っていうのはですね、こういう袋で、2枚重ねの場合ですね、裏返すんですね。はい、で、裏返す時にこういう空いてるところがないと、裏返すことができないので、この開けるところを今から印をつけます。で、あと、この辺にも、今から印をつけるんですけれども、これはここの袋の、紐通し口、はい、紐の通し口になります。はい、では、印をつけていきます。まずは、上からこの裏地になる部分ですね。これに、上から3センチ、上から4センチぐらいのところにまず一つ印をつけます。はい、そうしたら今度はそこからさらに8センチ下に印をつけます。ここが、こことここですね。これが、返し口になります。次、この境目のところに、2センチ、印をつけます。この境目から、2センチのところですね。ちょっとこういうふうに分かりにくいときは白のチャコペンとかを使ってもいいかもしれないですね。
はい、反対も同じように2センチで印をつけます。はい、印をつけました。そうしたら、まずここからここまで、縫い代 1.5 で縫います。で、返し縫いをします。でまたずっと開けて、ここからまた縫い始めます。でこれも 1.5 でまたずっと縫って、ここで止まります。でここから2センチ開けて、でここからまた縫い始めて、 1.5 でずっと今度は一番下まで縫います。反対はこちらは返し口がないので 1.5 でずっと縫います。でここで止まって2センチ開けて一番下まで縫います。では実際に縫っていきます。はい、じゃあ縫う前にここに待ち針を今打ちました。せっかく、さっきピタッと合わせたので、これがずれないように待ち針を、しましょう。で、1.5 センチで縫っていきます。で、もう少しで、開き止まりです。はい、ここで1回、切ります。で、また印のところまで針を持ってきて、で今度は境目まで縫います。で待ち針の近くまで来たら針を上げて、はい、今度は2センチのところまで行きます。でこれも 1.5 ですね。はい、反対側も同じように縫っていきます。ここの2センチを開けたところと、返し口と、あと反対側の、紐通し口の2センチですね。ここですね。これを今開けて縫いました。はい、そうしたら今度は、マチを作っていきます。まず、これを真ん中から開きます。まあ、適当にこんな感じで開いております。はい、だいたいこんな感じですね。でここからですね、これまだ全然この辺開いていないので、これを、開いていきます。ここね、しっかり、やっておかないときれいに縫えません。はい、今開きましたね。そしたら今度はこれを倒して、反対側も同じように開いていきます。ここが残らないようにしっかりと伸ばします。はい、両方できました。そしたらここをアイロンを当てていきます。反対側も同じようにアイロンを当てていきます。縫い代が割れました。そしたら、逆も同じですね。縫い代を割っていきます。こう指をこういうふうにこすり合わせるようにして、内側の布を引っ張ってくるようなイメージで、するとやりやすいです。はい、こっちは今だいたい
広げましたんで、今度また裏ですね。こっちもできました。そしたら、縫い代を割っていきます。反対も割っていきます。はい、 OK です。そうしたら今度はここに、印を今からつけていきます。今回、マチは8センチ取りたいので、8センチのところになるように、この真ん中の線ですね、真ん中が4で、長さが8になるところを探します。はい、これで今、真ん中が4センチ、はい、8センチになっています。でここで線を引きます。はい、反対側も同じです。来ましたね。そしたら、逆も同じように引いていきます。今4つ全部印をつけました。そうしたら、家庭用ミシンの場合はここをずっと縫って、ジグザグミシンを、かけて切ります。でロックミシンを持っている人の場合は、もうそのままね、ロックでずっとここを縫っていきます。店長はロックミシンがあるので、ロックミシンで今日はやっていきます。はい、そうしたらロックミシンで落としていきます。はい、四辺、ロックで始末をしました。そうしたら次はこの返し口から、表に、ひっくり返していきます。ここ今開いてるので、ここを、縫います。縫って、閉じます。この時ですね、ラダーステッチといって手縫いでここを、内側をすくっていく方法もあるんですけれども、まあ基本的に見えないところなので、僕はいつもミシンで縫ってるので、いつもの方法でやりたいと思います。はい、そうしたらここの、返し口を縫っていきます。はい、縫えました。そうしたら今度はこれを中に入れていきます。はい、中に入りました。そうしたら今度は、軽くこの縁に、アイロンを当てていきます。ここですね。でこの時、これが、この幅がですね、一定になる、ちょっと出すようにして、一定になるようにアイロンを当てていきます。はい、アイロンを当てました。そうしたら今度、ここを、上から2センチで、ずっと縫っていきます。表から、縫いましょう。はい、縫い始めはここの境目から縫っていきます。はい、縫えました。そしたら、今度は紐を通していきます。はい、今日はこういうリネンの紐を60センチを2本用意しました。では、紐を入れていきます。この紐通しの場合はですね、これをずっと下に、
やっていくと、ここでキュッと止まるようになっています。では入れていきます。ここがですね、ちょっと入らないことはあったりするんですけれども、落ち着いて慎重に、根気強く、通してください。通らないときは一回引いてみてですね、もう一度通すとうまく通ることがあります。はい。で、通ったらすぐに結びましょう。ここで抜けてしまうことも、よくあります。はい、結びました。そしたら反対側も同じように紐を通していきます。はい、通りました。こちらもすぐに結びましょう。はい、できました。そしたら、あとは、こういう、糸が出てるところがあるので、こういうのをね、切っていきましょう。はい、これで大体、切れましたね。はい、これで完成です。出来上がりはこんな感じになってます。あんまり分厚い布を使うとですね、この締めるときに結構ね、締める力が必要になってくるので、あまり分厚い布を使わないことがポイントですね。はい、まちはたっぷり8センチあります。で、こちらが、三角まちと呼ばれるものですね。ここが、三角形になっているので三角まちと呼ばれています。あとはね、折りまちっていうのもあるので、それも、また違う動画で、ご紹介したいと思います。見ていただいてありがとうございました。店長でした。